続いては正月に飾る鏡餅の話題です。山形市のメーカーでも出荷が最盛期を迎えています。山形市で麺や餅などの製造を手掛ける城北麺工です。今日作っていたのは鏡餅型のパックに個別包装の丸餅を入れた商品。まずは蒸し上がったもち米をきねで100回つき、餅にコシと粘りを与えます。そして鏡餅のパックに丸餅を詰め、飾り紐の水引きなどをつければ完成です。城北麺工によりますと、家族構成の変化などもあり、小型の商品が好まれているということです。県産のもち米を使用したお餅を美味しくいただけるように、製造しております。鏡餅を飾って家族みんなで新しい新年を迎えていただきたいです。こちらではおよそ100万個の鏡餅を製造し、県内外に出荷するということです。